出た。サブストーリーだ。出たよ。あんた結構いい音響かせるね。やっぱりね、何回かまたプレイしたらサブストーリーが出てきた。誰？支配人じゃないよね。このどっしりした足腰が今のバッティングを生み出してたってわけか。だが見覚えのねえ顔だな。いや、こっちのセリフだよ。こっちも何十年もここ通ってんだけどな。いや、草野球をやっている程度だ。うん。それより、あんたは。俺は中畑のりかずっつうんだ。中畑のりかず。中はゴリラみたいに凶暴だからゴリさんって呼んで。ゴリさんか。ゴリさん。この人もじゃあゆくゆくうちの草野球チームに入るんじゃないかな。なんかどっかで見たことある名前だね。そこそこの有名人なんだが、知らねえか。知らねえな。悪いな。少し疎いんだ。昔ってことはもう引退してるのか。へえ。個人的にはまだまだいけると思ってんだが。あ、そうなんだ。世間的にはもう引退してるな。もう50過ぎてんじゃないかな。ちょっとしたいざこざがあってな。今はどこの球団からも必要とされず、まあ、ぜひうちの草野球チームに。いざこざ。瀬戸内ウォーリアーズに、まあ、簡単に言うと、お上に歯向かい己を貫き通しすぎたってとこだ。そうなんだ。男らしくていいじゃねえか。己を通すってのはなかなかできることじゃない。そうだね。おお、いいこと言ってくれるじゃねえか。あんたとは気が合いそうだ。で、挨拶はこんぐらいにしとけよ。で、本題はなんだ。草野球をやってるって言ってたよな。そうだよ。なんなら俺がそのチームに入ってやった。自分から言うとはな。何？本当か？ああ。だが、これでも一応もまた野球プレイしろってことか。まずはあんたの実力を試させてもらい、その上で入る価値のあるチームか判断させてもらう。ほう。今度は何構図だ。俺の実力を試すってのは。そうだな。あんたと俺でホームラン競争ってのは。ホームラン競争か。あんたが俺よりも多くホームランを打つことができれば、あんたのチームに入って。品田呼びてタッチャン呼んできて。やっぱり龍が如く5の品田の野球が一番やりやすかったな。あれはね、ヒートアクションも使えるし、これね、ボールが移動するからね、その規則把握するまで最初は多分負けると思うんで、とりあえず勝負だ。よっしゃ。それじゃあまずは俺から打たせてもらうぜ。お、スーツで打つの。へえ。そのスーツで7本。まあまあの出来だぜ。7本はすごいよ。特別に7本で並んだ場合でもあんたの。ああ、こういうのなんか品田の時も同じことを言われてんな。大打者をウォーリアーズに引き入れる千載一遇のチャンスだ。こいつは負けられねえぞ。心の声漏れてるぞ。うん、多分ね、皆さんもご存知の通り、僕これ苦手なんで、1回目は絶対負けます。ほら。まずね、これ移動するから、どこにね、どの枠内に移動するか把握しとかないといけないので、なので1回目は犠牲にしますが、覚えとくわ。まあヒットだけじゃダメなんだろうな。ヒットだけじゃダメなんだよな。こういうのね。どこだ。あ、くそー。つうわけで、一本も打てなかった。くそ。まあでもね、規則を覚えるということで、絶対勝つまで。ああ、残念だ。うるせえ、うるせえ。俺の勝ちだ。知ってるわ。ま、また挑戦したくなったらいつでも来いよ。もう叩き潰してやるよ。ホームランを打つことができれば、約束通りあんたのチームに入ってやる。言ったな。入ってこいよ。やっぱりこいつか。なんだっけな。
多分草野球のところにあるんだよね、こいつの名前が。チームメンバーがここに、あ、ゲンさんたちも入ってくるんだ。あ、ゴリさんね、こいつね畑山さん懐かしいななのでぶっ倒してやるぜ。お、どうした、俺の記録を超えに来たのか。当たり前じゃん。ああそれじゃあお手並み拝見といこうか。あと何回やらなきゃいけないのか分かんないけど、その時は絶対勝ってやるから。チームに入ってやる。はいはい、分かったよ。よし。7本か。7本か。うん、満点行きたかったな。まあ、でもしょうがない。勝てばいいでしょ、勝てば。同点だけど。うん、いいよね。おー、やるね、あんた。俺の負けだ。認めろよ。あんたほどの実力者がいるチームなら安心だな。約束通りチームに入ろうじゃねえか。おお、それは楽しみだな。それは助かるぜ。尾道に帰ったら草野球をいっぱいやんないとね。瀬戸内ウォーリアーズだ。瀬そっか、それも聞いてなかったのか。瀬戸内って、あんた、まさか。また騙される。すまん、言ってなかったな。言ってねえよ。俺のチームは広島の尾道ってところにある。本当に桐生さんって人が悪い。広島おま、おまってチームじゃねえのかよ。うん、広島。まあでもね、聞かなかったお前も悪いんじゃない。広島のチームに来るのは無理か。引っ越さなきゃいけねえっていう。俺も男だ。男に二言はねえ。もうこうなりゃ尾道でも何でも言ってやるぜ。かっこいいな。本当か。家族いんの？最近自主練ばかり。草野球のために東京から尾道まで。なかなかすっげえ行動力。そうか。それじゃあこれからよろしく頼むぜ、ゴリさん。よっしゃ、ゴリさんが瀬戸内ウォーリアーズに加入しました。これでうちのメンバーもめちゃくちゃ強くなったんじゃない。この前の吉田支配人もそうなんだけど、うん、尾道に帰ったら草野球をたくさんやろう。実はまだそんなに進んでないんだよね。楽しみだな。尾道帰りたくなったな。帰りたくなったけど、カムロ町にもね、まだやり残したこと いろいろあるので、うん、これからどうしようかな。サブストーリーも結構これで進んだな。36個。あとなんだろう、これわかんねえな。じゃあこの 1,2,3 はもう間違いなくキャバクラのやつなんで、ということはカムロ町に残した残るサブストーリーってあとこれが謎だよな。ちょっと探してみるわ。まあ、キャバ嬢もちょっとやりつつ。チンピラ来た。こっち行こう。とりあえずこのキャバ嬢のソラちゃんね、何回かお店通って、ゴールドキャストにしたんで、で、今やっとデートできるようになりました。で、ソラね、俺とちょっと趣味似てるな。アニメとかゲームとか好きらしくて、コスプレも好きって言ってるけど、キリュウさん今度一緒にコスプレしようねってキリュウさん誘われたんだけどね。このサブストーリーどうなるのかな、すげえ気になる。でとりあえず今デートまだ一回もしてないので、お誘いスタンプ送ってデートをしましょう。でカラオケとか行きたいって言ってるけど、多分カラオケのみになるのかな。ダーツできないのかな。とりあえず誘おう。相変わらず劇場前広場ね。アニソンか。アニソンならお任せくださいって言ってるけど、竜が如くでアニソンってあったっけなあ。じゃあ向かいましょう。みんな揃ってこの辺で待ってんな。これがソラちゃんか。へえ、お店の時と違うな。私服にするとね。うん。
まあ、せっかくだし一枚写真撮ろうかな。そういえば今まで一人も撮ってなかったな。だよね。あ、違う、間違えた。俺何撮ってんだ。ソラちゃん、こっちこっち。もうちょっとキリュウさんずらした方がいいかな。なんかな、距離感あるよな。こうかな。やべ、チンビラ来た。こっち見てよ、こっち見て。ソラ頼む。うくそ。お前今ソラ殴りかかったでしょ、お前この野郎。ふざけんな。まさか。いや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 、写真撮らせろよこの野郎。普通にな。こんなやついる？リアルに。時間食っちまった。こっちは楽しそうに写真撮ってんのによ。やり直し。これでいいかも。ギルさんちゃんと笑ってよ。ソラこっちこっち。よっしゃ。お、スマホで写真30枚撮るってミッション達成した。はい、お待たせ。キリュウさん、会いたかったです。さっきまで会ってたよ。それじゃあどこ行きましょうか。どこ行こうか。あ、ダーツ一応選択できるんだ。でもアニソン歌いたいでしょ。安定のカラオケだな。いいですね。私カラオケ大好きなんです。カラオケ嫌いな人あまりいないでしょうね。特にこういう仕事してたら。いらっしゃいませ、何名様でしょうか。2名だ。2人だ。料金は2名様で1000円になります。はいはい。さあそれではご案内いたします。いや、合いの手はちょっとね。皆さんご存知の通り、私この曲得意なんです。何どの曲。オハイジロード。情熱的に行きましょうか。点数は気にせず、ムービー気になるんだよな。サビの部分、これも人によって違うのかな。とりあえず今までヒカルちゃんとリオナちゃんはムービーが違ったんで、これももしかしてキリュウさん何言ってんだ。地球が丸い、すごく丸いっつって。くだらねえ。うまいや、ソラちゃん。あ、ミスター1個。はいはいはい、来た。尾道。ちょっとキリュウさんどこだ。これ尾道だよね。これはロープウェイに乗った山頂のところか。あれ、キリュウさんいないな、面白くないな。ロープウェイだ。なんでソラちゃんが尾道にいるんだ。もしかしてキリュウさんを探しに。よいしょ。あ、すれ違った。赤いスーツ、赤いシャツ、猫。違う、レンダーだこれ。いやー、キリュウさん出番一瞬だったな。面白くないな。まだ動いてる。もう終わったよ。気になるのは結果ですね。あー、まあ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 。今までよりは少しマシなんじゃない、あいの手にしては。いや、怒られるかな、ソラちゃんに。キリュウさんって盛り上げ上手なんですね。本当かよ。より親密になりました。本当かよ。次はキリュウさんの番ですよ。本当のこと言っていいからね、ソラちゃん。キリュウさん歌える曲ってもう2曲しかないよね。寂しいな。もっといろんな曲あったはずなんだけどな。キリュウさんなかなかイケてますね。本当か。まあ、とりあえず飛ばしたけどさ、いつものパターンなんでね。うん、より親密になりました。もしかしたらもう一回デートしなきゃいけないよね、プラチナキャストにするには。そろそろお時間となります。はいはい、お帰りのご準備をお願いいたします。こっからまたキャバ嬢、キャバクラ行くという流れになるんだけどさ、本当にこの人たち
お金払わされた。今日は長く楽しみましょうね。楽しもうぜ。こちらです。ソラちゃんのプロフィールは割と埋まってる。あと1個だ。なんだっけな。お、好きな音楽アニソン。これはニューだな。将来の夢まだ聞けてないんだよな。趣味コスプレ、特技馬の鳴き声の真似。めちゃくちゃうまかったよ。もう音源そのままじゃねえかよ。ソラちゃんの声っていうよりは音源を入れた感じなんだけどな。好きな食べ物はラーメン春雨。うん。タイプは真面目な人。男性向けの恋愛ゲームが好き。そうね。ゲームとかアニメが好きって言ってるけどね。あ、将来の夢出てきたな。あれ、これ埋まるな。初めてなんじゃない？お店来てよかったわ。これになりたいっていうような夢はないんですけど。みんなそうだな。台湾にいる家族に私の頑張ってる姿を届けることができたらいいなって。それはいいことだね。思ってます。なるほど。うん。台湾にいる家族を喜ばせたいってことか。そうですね。これも夢なんじゃないのな。私が日本でちゃんとやれてるか家族は心配しているので、私が日本で頑張ってるのを見せれば少しは安心してもらえるかなって思います。動画撮ったりとか。いい夢じゃねえか。そうだね。よっしゃ、これ初めてだよ。プロフィール情報すべて埋まる。やった。他の二人まだ埋まってないけどね。まあ、あとはとにかくゲージを上げることで何しよっかな。サラダで健康的。ありがとうございます。それだけがよ。なんか1000円のやつ頼んでも5000円のやつ頼んでも同じことなんだよね。ありがとうございますって。本当にそこなんだよね。もっとさ、一緒に食べようとかそういうのないのかな。5はあったのにな。なかなかいい店だな。みんな喜ぶと思います。うん。よし、ベリーウッドにしたいな。好きな人いるのか。秘密です。キリュウさんのことなんじゃないの結局。結局最終的にキリュウさんのことなんじゃないの。これまだ選んだことないからな。死んだあいつとの思い出、これを機にちょっと選んでみようかな。誰だろうな。ニシキかな。悲しいですね。でもきっとその方は今頃桐生さんに思い出してもらえて天国で喜んでると思いますよ。誰だよあいつって。マジでおさわりさせてくれよ。これはねえだろ。本当に何だこの選択肢。この辺はね、俺一人で選んだからな。これはなしだわ、さすがに。なんだ。うん、俺に惚れると火傷するぜって選んだけどさ、火傷痛いから嫌いですって言って、多分ゲージ上がらなかった気がする。休みの日は何してるんだ。そうですね、よく市場行ったりしています。あ、そうなんね。インドア派じゃなかったっけ。市場？魚の目利きでもするのか。違いますよ。市場って言っても魚じゃなくて美味しそうな野菜や果物なんかを買い漁ってます。スーパーじゃないの。くてりきたこいつ。そろそろお時間となりますが、もう最後までやろうぜこれ。ごゆっくりどうぞ。あとちょっとゲージ半分だからな。俺の味噌汁を作ってくれ。うちのお店メニューにお味噌汁はないと思います。いや、そういう意味じゃなくてプライベートで。上がらねえのかよゲージ。何なんだよ。俺の秘密を教えてやろう。え、何ですか。気になります。実はこれ多分選択肢だよね。昔誰だっけな、台湾出身なんだ。タクシー運転手だったんだ。こっちの方が自然だね。タクシーの運転手だったんだ。そうなんですか、ちょっと意外ですね。ドライブとか連れてってくださいよ。任せてよ、流すタクシーで。デビルキラーとの戦いで。そろそろお時間となりますが。あー、これグッドにもいかないな。
ごゆっくりどうぞ。はいはい。全然ゆっくりさせてくれないやん。ごゆっくりどうぞっつって2回会話交わしたらさ、無理やり終わったんじゃん。どんな音楽聴くんだ。どうしようかな。飲み物頼んだら割と終わりだね多分。全部買いよう。あ、飲み物ねえのかよ何フェッチ。実は人見知りなんだ。本当の親友とは何か。最近の若者はけしからん。キルーさんおじさんみたいですそういうこと言ってると老けちゃいますよ。やめてもらっていいっすか危険的な男って魅力的だよな。これも選んだけどさ、嫌ですとかそういう男嫌いですって言われて難しいんだよな。でもあと1回選んだらもう終わるよね。ちょっとお酒を頼みたいな。ほい、ジンクドリンク来たよ。どうしようかな。10万、うん、7万。シャンパンゴールドいきますか。ちょっとさすがに気合い入れすぎかな。10万のやつにしようか。シャンパンロゼ。金はいくらでもある。キリュウさん太っ腹ですね。まあね。ベリーグッド。お、プラチナキャストになったよ。空は台湾が好きだと思うが。でもあれ、なんだっけな、俺いつも忘れるんだけど。プラチナキャストになったらまだナンバーワンになってないってことかな。やっぱり私にとってはかけがえのない場所ですから。そうか。でも、うん、今いる日本も同じように大切な場所なんです。周りの方もいい人ばっかりだし。そうだね。思い出もいっぱいだし。俺と一緒だよ。それになんと言っても、お、好きな人もできましたし。やめてよそんなの。それは確かに難しいね。キリュウさんのことでしょ、好きな人って。だから自分でもこれからどうしたらいいかどんどんわからなくなってきてるんです。もうキリュウ家に入ったらいいんで。帰るのがいいのかずっと日本で暮らすのがいいのか。なるほどね。家族日本に連れてきた、ね、その好きな人が台湾に一緒に来てくれるなら帰ってもいいかなと思うんですけど。キリュウさんのことか。そいつの気持ちを確かめろ。結論を急がねえ方がいい。俺も台湾行きたいわ。行きたいわ。うるせえ。だるいってこれ。そいつの気持ちを確かめろ。そんなに好きなやつなら勇気を出して気持ちを確かめるのがいいんじゃないか。そうですかね。だったら質問来るかもしれないよ。自分の気持ちには素直になるのが一番だ。悩んで苦しみ続けるのも良くないしな。うん。でも台湾に一緒に帰ってほしいなんて言ったら普通惹かれないですかね。いや聞いたらどうだろうな。もうそいつ次第だとは思うが。そいつってお前だよ。空が大切なら一緒に行くだろうし。ああ、そんなこと言ったらさ、行かなかったら空のこと大切じゃないってことになるでしょ。そうですよね。ああ、まあいずれにしても確かめないと前には進めないと思うぜ。一丁前に言っといて、うん、ありがとうございます。なんだか勇気湧いてきました。やばいよキルザ。私思い切ってアタックしてみようかな。怖ー怖え。空に惚れられるなんて羨ましい男だきっといい男なんだろうな。気づけよそろそろ。すごくいい男ですよそれにしてもキルーさんって鈍感ですね。本当にな、自分のこといい男って言って。はい、まあそんなところが萌えポイントだったりするんですけどね。萌えポイント。そっちの萌えじゃねえよこの人いつまでもさ、プラチナキャストになりました。よし、でもさ、まだナンバーワンじゃないのでもう一回デートしなきゃいけないなと思います。ほらほら、もう長えよ。よっしゃ、空をナンバーワンキャストにする、達成したぜ。あ、なるほど。俺今さら気づいたんだけど、上のランクね、ゴールド、プラチナ、さらにその上がナンバーワンというのがあるんだね。だからプラチナになったからってナンバーワンにならないんだ。3人目にしてやっと
理解してきた。それにしても結構長いね、キャバ嬢の攻略って。最後のサブストーリーまで、うわー、俺どんだけ今までキャバ嬢にお金ね貢いだんだ。100万ぐらいはあったかな。よかった。でもよっしゃ。桐生さん、この後お時間ってありますか？まあなくはないけどね。別に大丈夫だが。何ちょっと照れてんね。もしよければ一緒に外へ行きませんか？お、行こう行こう。さっきまでデートしてたけどね。伝えたいこともありますし。出た、あれだよ、一緒に台湾行きますかって。もちろん構わんが。どうしよう、ここじゃダメなのか？そうですね、できれば雰囲気のあるところの方が。え、またあれでしょ。わかった。夜の屋上。じゃあ夜風にでも当たりに行くか。絶対あそこだよ。はい、ありがとうございます。もう一人目も二人目も全部そこで。劇場前広場で待ち合わせで大丈夫ですか？ああ、わかった。またそこで待ち合わせか。楽しみにしてますね。お、おう。じゃあ行きますよ。よし、空に会いに行けと。あ、思いを伝えるっていうタイトルのサブストーリーだね。うわ、ついに来たか。サブストーリー。これね、思いを伝える。キリュウさん、どうすんだよ。散々あんなこと言ってさ、自分の首を絞めるようなこと言うなよ。気づけよ、しかも。じゃあ、とりあえず会いに行こう。